日本神奈川県逗子市池子池子は、神奈川県逗子市の町名である。郵便番号は24、249-0003。面積は3.81平方キロメートルで、市の2割ほどの面積を占める。逗子市北東部に位置する。地名は3つの大きなため池が存在したことから。鎌倉市12所、横浜市金沢区六浦に面している。癖を施行している。 寿司市内で癖を施行しているのは、池ごと小坪の2区のみである。一丁目から四丁目に区分されるが、それとは別に、池ごくとして、上町、中町、下町の区分も存在する。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、池ご3の11の39の地点で15万千円、平方メートルとなっている。 旧池子村についてもここで解説する。池子の歴史は資料の不足等により、特に中世以前について謎に包まれていたが、1988年から1994年にかけての池子遺跡群の発掘調査によって、弥生時代から近世以降の複合遺跡が存在することが分かった。6000年ほど前まで定地は浅瀬であった。 2000年ほど前の弥生中期から人が定住したようで、稲作を行っていた痕跡も残されていた。また池子は域内を古東街道が通るとされ、日本穂高の統制伝説が残されている。池子の本格的な開拓は古東街道をやってきた、物延べしによって行われたと伝えられる。池子開発の伝承として、池子王将館の大蛇退治伝説が存在する。 池子遺跡群の出土品から、奈良時代後期には、南玉付近と交流があったと考えられ、小規模な単野が行われていた可能性も、指摘されている。東昌寺演技、東昌寺略記のことによれば、1220年に、北条政子が、源の佐友の母提を弔うため、池子阿弥陀が谷に、阿弥陀如来像を安置させたとある。1333年、 東照寺が混流された。小田原州所領役長によれば1559年の時点では太平寺の寺領であった。1563年に太平寺は廃寺になったと見られるため、池子村は北上市直轄地となったと推測されている。後北上市滅亡後は1594年時点では幕僚であったが、 徳川家光の寄進により1638年に、池子村の300国が、1642年には、池子村全体の412国が、秀勝寺の寺療となる。水戸徳川家と関係の深い秀勝寺の寺療となった、ことで一種の違い方見地と化し、泥棒も逃げ込んだら追ってはいれなかったという伝承が、残されている。また近世を通して、名主を生や、 方向人を家来と呼ぶなど、関東地方では、珍しい風習を残した。1788年6月13日、池子村において伝染病が流行した際、秀勝寺十字会行為により、神子と御図天皇を配慮する。これにより現在も池子神明社の霊祭で行われる、水管を着用し、行列をなす、天皇神子の古式都御が始まる。 1868年にケゴ村は、水戸藩の管轄となる。1871年、廃藩ハン地検に伴い、水戸県に属した後、同年11月、神奈川県に属する。当時ケゴ村の人口は400人ほどであった。1884年7月3日、軍区町村編成法により、図紙域内の7つの村が連合し、 図紙村外六家村を形成。古町役場は延命寺に置かれた。1888年4月25日交付の市政、町村制、1890年5月17日交付の府県制、軍制によって、1889年4月1日、田越村が発足した。村役場ははじめ延命寺に置かれたが、1892年に、 現在の逗子市役所の場所に移転した。夕日が丘から池後に町目方面を望む2018年2月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。神武寺駅福富稲荷の石田木への木。ありがとうございます。